アメリカ海軍の戦艦。インディアナ級戦艦の一番艦。艦名はインディアナ州にちなむ。インディアナは1891年5月7日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港し、1893年2月28日に、ジェシー・ミラーによって命名、浸水。1895年11月20日に、初代艦長。 ロブレーディ・エバンズ大佐の指揮下収益した。フィラデルフィア海軍造船所において成長を行った後、インディアナはニューイングランド沖で訓練を行った。訓練は1898年に米西戦争が勃発するまで継続され、戦争が始まるとインディアナはウィリアム・サンプソン提督率いる艦隊に配属された。アメリカ艦隊はパスクワル・セルベラ提督率いるスペイン艦隊を 迎え撃つため、南へ向かった。1898年5月12日にインディアナはサンファンに対して砲撃を行い、5月18日には、ハバナ保護のため艦隊と共に、キーウェストに戻る。その後スペイン艦隊をサンティアーゴデクーバで発見し、サンプソンはウィンフィールド、スコット修霊提督の艦隊と6月1日に合流し、封鎖を行った。6月後半に、 陸軍部隊が到着し、サンティアゴに対する攻撃のため上陸した。セルベラ提督は自らの状況が絶望的であることを悟り、アメリカ軍の封鎖を突破しようと1898年7月3日にサンティアゴから撃って出た。インディアナは封鎖の最東端部に位置していたため最初の追撃に参加しなかったが、駆逐艦、プルトン及びフューリオアーが 湾の入り口に近づいた時、両艦と共に砲撃を行った。二隻の駆逐艦は短時間のうちに破壊された。残りのスペイン艦艇は沈没もしくは座礁した。戦後、インディアナは以前のように訓練及び艦隊演習、海軍兵学校士官候補生の巡航任務に従事し、1903年12月29日に予備役となった。 インディアナは1906年1月9日にニューヨーク海軍造船所で再収役した。収役後は海軍兵学校の訓練艦隊に所属し、北ヨーロッパと地中海へ航海を行った。アイルランドのクイーンズタウンでインディアナは1911年6月22日にジョージ5世の戴冠式に敬意を表して21発の霊砲を発射した。 将来の海軍指導者を要請する、この重要な任務は1914年に終了し、インディアナは1914年5月23日にフィラデルフィアで退役した。インディアナは1917年5月24日に最終役し、第一次世界大戦の間、ニューヨーク州、トンプキンズビルやバージニア州のヨークリバーで砲兵の練習官として訓練任務に従事した。 インディアナは1919 19年1月31日にフィラデルフィアで再び退役した。1919年3月29日新たに承認された戦艦をインディアナと命名できるようにインディアナは1号沿岸戦艦コーストバトルシップナンバー1と改名された。その後航空爆弾の有効性を確認するための重要なテストにおいて標的艦として使用され。 1920年11月に沈められた。インディアナの配線はスクラップとして1924年3月19日に売却された。ありがとうございます。